前回はアンセムをボコボコにしました。今回は残りのボスをノコノコにします。別ゲーのキャラ出すなや、ということでどうも、左の私がサナエで、右の私がループです。今パートも最後まで楽しんでいってね。道はここまでか。現実の世界には戻ったが、まだドリームイーターの力は使える。やはり空は目覚めてない。どこにいる空。箱だけ。うっとう、こちとらゴロゴロしとんねん。こっち見ろや。ドリームイーター。けら、ほれほれかわいいやろ。アホ人間か。こうやって首打っとれば満足なんやろ。クソ人間か。わしの話聞けや。このかわいさを味わえや。おいでやすう京都へ。ぐへへへへ。貴様の肩を揉みしだいて骨抜きにしてくれるわ。あじゃかー。見て見てー。馬の真似。パカラッパカラ。ヒヒンっつって。ブホー。わわわわし笑いの神様やでー。そうか。うわ、触んなやバッチーな。ということで進んでいきましょう。ここに来てドリームイーターとの友情を再確認できるいいムービーでしたね。私たちのアテレコで台無しになったけどな。ほんとそれな。そら。すやー。新たな器に触れるな。器だと。ああ。はじめはお前にするつもりだった。だが、お前は心に闇の体制を持った。だから、キューグレード同様、次を選んだ。ロクサス。器にふさわしい存在。しかし余計な自我を持ち、空の元に帰った。13機関の本来の目的は、ゼアノートの心を13の器に分けること。お前たちのおかげでいくつかの器が欠落することは分かっていた。だが、それはもう終わりだ。13番目の器となる空を手に入れることで完成する。13のゼアノート。俺やで俺やで俺やで俺もや。人数多いし早いな。吉祥さなえさん、このシリーズだとめちゃボケようとしますよね。13機関。俺はこの中でも一番過去のゼアノート。先の時代の自分からいくつかの世界で分離融合した自分。顔払う坊主。今日この場に集わせる。顔払う坊主。過去から。時間を超えるにはいくつもの制限がある。はじめに超えるには肉体を捨てなければならない。時を超える先に自分が存在しなくてはいけない。超えた先からは時の流れの通り一方向にしか進めない。その時間で起きる事実は書き換えられない。何をする気だ。もうすぐ一番先の俺がここに帰ってくる。そうなればそれぞれの時間は元の流れに戻り、俺も本来の時代から時間の流れに従うことになる。彼に聞くがいい。やべえ、ネズミ来たぞい。まずいですよ。著作権的な意味でまずいですよ。おお、落ち着けループ。とりあえず黒い長方形を用意しろ。わかりました。どうやら間に合ったようだね。ミッキー。ともかく早く空を連れて帰ろう。長くは止めていられない。わかった。わあ、ミッキー。あかんてこれー、あかんてー。あーもう興奮してきたわー。この状況何やつ。触れるなと言ったはずだ。聞いてませんでした。動けるんだ。
断る。ふん、私たちに喧嘩を売ったこと後悔させてやら、貴様に待ってるのはな、恥散らかす未来だけなんだよ。そしてその銀髪をこそぎ落とすのがこの私たちです。ゼムナスやアンセムと同じく適当に倒して差し上げましょう。例の火の玉&風船戦法だな。そうです。しかしさすがゼアノートとだけあって戦う場所も特別仕様ですね。私時間操ってるんですよ。アピールがえげつないステージだよな。誇示したくてたまらないのでしょう。そんなかまってちゃんに鉄槌を下す時が来たようです。うなれ私のキーブレード。うなれっていうかもういっそ死なれ。そして折れろ。折れたらダメだろ。私のターン。あ、ちょっとやめてくださいマジで。だっせーな。おい、まだ私がコマンド選んでる途中でしょうが、北の国からこんにちは。南の国からこんばんは。ラフランスとオフランスの違いがわからない画面の前の君。そんな君はおそらくマンドリル。人間ですらねー。果てはマンホール。生き物ですらねー。通貨が火の玉さんと風船の追尾えげつねーな。正直逃げ回りながら放ってるだけで勝てますからね。レベルマックスにして使うとさらにヤバい威力になりますし。まあその辺のことはクリア後の追加ボスで見せていけたらいいなって感じだな。そうですね。それこそジュリアス戦とかでお見せできるかと思います。そんなことより男が男に鞭打たれてるこの画面はいかがなものか。PTA、いや PPAP で問題になるのでは。なんでや、ピコ太郎関係ないやろ。ペン、パイナッポー、アンパンマン、アンパンマン。何のために生まれて何をして喜ぶのかを見つけるため、とりあえず適当にガードしときます。それで見つかるのだろうか。知らね、適当すぎかこいつ。おおお、どうしたぜあの音。前回のアンセムよりぬるいぜ。ぬるすぎてぬるぬるだぜ。なんか汚ねえなおい。いやーこのまま行くとまた手応えなく勝っちまうぞ。と言っても前回のアンチブラックコートよりはマシだったがな。あいつほぼすらなかったからね。完全に冒頭の肩ならし要因だったもんなあいつ。ほんとそうでしたよね。さて青年ゼアノートよ、終わりが来たようだ。地獄に落ちたまえ。時を止まれ。は？うわ、こういうのテンション下がるわ。とりあえずリアリティシフトかけ、操作ミスったー。バカ野郎。意味もなく風船浮かんでんぞ。シュールすぎるだろこのミス。やっとまともに喋れる。しかし今の感じだと若干時間を巻き戻された可能性があります。なんだと？その証拠にゼアノートがピンピンしています。さっきの状態の時にリアリティシフトをかけないと倒せないようです。なるほど。わかっちまえばなんてこともねえよ。再チャレンジだ。今度こそ地獄に叩き落としてやる。そして優しく抱きしめてやる。なんだこの飴とムチ。うちの鍵っ子少年リクを舐めないでいただきたい。こう見えてマスター候補なのでね。さてと、ゼアノート。今度こそ地獄に落ちたまえ。よしもう許さねえかんな。ハゲ散らかす未来まで飛んでゆくがよい。うわ、これめんどいんだよね。普通に喋っちゃったよ。遅くなる演技も楽じゃないのでね。いやー無駄に時間かけちゃいましたね。お前が謎のバルーンガを発動したからな。同時押しができてなかったみたいで。しっかりせよ。これでとどめを刺せる状態になりました。あとは適当にドカーンバコーンってやれば終わりです。たくよ、無駄に手こずらせやがってこいつ。てめえの名前だけは忘れねえかんな。こいつなんて名前だったっけ。デスノートだかなんだかでしたよ確か。新世界がキンキンに冷えてやがるよー。藤原達也と藤原達也を足すのやめろ。てかさ、こいつ諦め悪いな。時間巻き戻したりしておいて負けるのが悔しいのでしょう。気持ちはわかりますが動画界でずっと負け続けている私の心の痛みに比べたらなんてこともない悔しさですよ。人気ねえもんな。やめろ、同期に抜かされまく。やめろって、千葉ロッテ。そのネタをまさかここで回収することになるとは。うっせえぞクソネズミ。ミッキーこそ。マスターゼアノート、やはりあなたが。ハゲ取るやないかい。めちゃくちゃハゲ取るであんた。ここまでは決まっていた。それよりあんたハゲ取るで。こうして12人の我が分身に迎えられ、人としてここに復活する。逃避は復活できなかったんですか？ここから先はまだ見ぬ世界。何のためにこんな？古の時代、光は目に見えぬキングダムハーツの恩恵だと信じられていた。キングダムハーツは、その対となるキーブレードによって守られていたが、
光であるキングダムハーツの支配をめぐり、キーブレード戦争が起きた。熾烈な戦いでキーブレードは砕け散り、7つの光と13の闇に分かれてしまった。そして真のキングダムハーツも闇に飲まれたままとなったのだ。かつて私は純粋な光と闇を代用し、キーブレードを完成させようとしたが失敗に終わった。機運に流され正しい方法を見失ってしまったのだ。そんなことよりハゲ取るやないかい。よう、私の総計であったと。そんなあなたのせいで、あの時3人の若者の運命が変わってしまった。全ての運命に偶然などない。あやつらの運命もまた必然。一人はキーブレードになり損ない、一人は友を救うために闇に落ち、そして一人は我が器となる運命だったのだ。救うことができなかった。でも彼らのおかげであなたの計画はついえたと思っていた。僕はなんで甘かったんだろう。マレフィセントが7つの純粋な光の心を集め始めたと気づくべきだったんだ。そう、すべては我が計画。魔女を使い純粋な7つの光の心を集めさせ、一方で13の器を用意し、純粋な闇を注ごうとした。残念だったな。その計画とやらは全部空が阻止した。そう、およそキーブレードの使い手にはほど遠い、そこにいる空という普通の少年に。だがまだ計画は終わっていない。7人の光の守護者と13人の闇の探求者。何笑ってんねん。7人の光の守護者。キーブレード使いは僕とリクとフラ、そして行方不明の3人で6人。あと1人は、そして13人の闇の探求者。さすが王よ、話が早い。しかし空ともう一人の二人はこちら側、つまり光は三つ欠落している。だが案ずるな、光の守護者はおのずと選ばれる。体光ってますけど。そして選ばれし7つの光と13の闇はぶつかり合い、その果てに生まれるもの。金利政策。クララが立った。まずは13の闇を完成させよう。座席はすべて埋まった。頭皮はすごく弱った。最後の一つの器に我が心を分けよう。まずい。そら、ハゲハゲてますよ。アクシャル、アクセル、違うな。俺はリア。記憶したか。なぜお前がここに。約束しちまったからな。俺が何度でも連れて帰るって。それと想定外ってやつ。お前ら全部分かってたんだろ。
だがここまでは読めてなかった。さあ次の一手はどうする？じいさんどうするよ、もう時間がない。おまけに髪の毛もない。アクセルが、いやだからリアだって。まあいいや、もうアクセルでも、ともかく早く逃げよう。おう、お残しは許しませんでー。クソガキと著作権ネズミめ、食い殺してやる。おうおうおう。おま、頭いったー。マジでナイポヨだわ。なんて？そうみたい。二人とも来てくれたんだね。時が来た。光と闇は欠落したまま、我々はそれぞれの場所へと帰る。しかし7と13が揃う時は近い。では互いに光と闇の完成の暁に彼の地でまみえるとしよう。お、トロフィーをゲットしましたね。闇の深淵だとよ。大層な名前だな。一応確認するだけしときますか。はい、確認しました。速攻終わったやん。日光東照宮、マジかー。七つの光と13の闇、マスターゼアノートはそこまで。ブル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 ドッグ、前から表だけどおもろないで。それもっと早い予定や。それ傷つく表えんかったんじゃい。君も心が眠ってしまったのかい？いや、おうよ。今回は状況が違う。何か方法があるのですか？今回の承認試験で7つの眠りの鍵穴を解放した。これによって眠りに閉ざされた世界を目覚めさせ、眠りし心を解放する術を得得したことになる。リク、お前は空の夢の中で7つの鍵穴を解放してきた。つまりその力を使えば空の心を目覚めさせる可能性がある。アシェ、もう一度アシェ。などなどよ、あのネズミ何言うとん。わからん、全然わからへんわ。心は深淵の闇の底。うまくいかなければリクは今度こそ空と一緒に閉じ込められてしまう。アシェか。僕が行きます。確かに王にもできるかもしれない。なんやこいつ、絶対ヒゲの手入れしとらんやろ。きったね。あかん、間違って大きい声で言うてもうた。リク以上には適正ではない。アシェか。またの間がかゆうてたまらん。わしもじゃ。心配してくれてありがとう。でも俺が空を起こしに行くよ。リク、こいつの寝顔、全くのんきなもんだ。みんなでこんなに心配してるのに。あの時もそうだった。3人でイカダを作ろうって言ってるのに、空はいつだって砂浜で昼寝ばかりしてて。だから俺が行って引っ張ってくるよ。おーい、承認試験で光って、
俺が行かないとダメなんだ。空は俺を救ってくれた。そして確かに俺を呼んだ。俺が行きたい。うん、僕たちは強い絆でつながっている。分かりみが深い。もし行き先が暗闇でも絆をたどれば、おにわかりみが深い。届く。僕たちもつながってるよね。絆は絆、そうは言ってねえ。もし闇に落ちてもよ、俺が迎えに行ってやっから。ま、俺の得意ジャンルだからな。ちょっと何言ってるかわかんない。みんなありがとう。必ず空を連れて帰ってくるよ。スペシャルウルトラマキシマムエキストラバージンオイルミミズマムシビンビンパワー。何やあのでかいセイロガンは。うほ、いいセイロガン。ええセイロガンやな。確かにええセイロガンやな。せやろ、目で語りかけてくるのやめろ。ドルルルルおおおおおお、世界の果てまで夢の果てまで行ってきゅう。きっとこの先も冒険は続くことだろう。ここに来てだいぶモードを持ってくるあたり、いい演出だな。あんま好きじゃないけどね、だいぶモード。さてと、このまま月に向かいます。前側こじらせんな。サナエさん、私たちには月にランチパックをばらまくという使命があったのを忘れて。なんだそのクソみてえな使命は。ふざけてねえで画面見ろ。今までの記憶の断片がステンドグラスに囲われてるっていう、なかなかの感動イベントだぞこれ。ほーん、興味持てや。いや、最後の最後までこのフラフラした操作性になれないなぁと思いまして、画面どうでもよくなってました。実況やめちまえ。おっと、ここで初代をプレイしてた方なら懐かしく思うであろうアンチソラが登場。空を救うために空と同じ形をした敵と対峙する。なんとも皮肉なことであります。ひき肉が食べたいです。勝手にしてください。ニーマンのピクズメ、ひょい食べ物を生み出すな。幻影とはいえ空にアタックし続けている陸はどんな気持ちなのでしょうか。ブヒブヒ、空タンブヒレルを、クソ豚でした。今のところ私たちのアテレコのせいで登場人物全員底辺だけど大丈夫かこれ。底辺が動画を作るとこうなります。なるほど。納得すんなや。さて、触れるべき空もあと数体。この調子で駆け抜け、突き抜け、燃え尽きたいと思います。暑苦しいな、なんか。まあ確かにこいつらの友情が凄まじいのは事実だけどな。ラブラブだからね。おっと、腐ってる場合じゃねえ。さっさと残りに触れてリングオープンさせんぞループ。かしこまりー。といったもののアンチソラくんが意外と邪魔ですねー。適当にドッジしながら行けばなんとかなるさ。それもそうですね。よっしゃ、リングオープンしました。あとはもう回転しながら荒ぶるだけです。ドルルルルオーシェッシェー、ドルルルルオーシェッシェー、ドルルルオーシェッシェー、ドルルルルオーシェッシェー、ドルルルルオーシェッシェー。お待たせいたしました。ドルルル肉のオーシェッシェ仕立てでございます。なんだこれは、噛むごとにドルルルのオーシェッシェが溢れ、なんだこのクソ台本、実験的すぎるんだよお前の台本。お気に召さなかったシェッシェー、ゴビにシェッシェつけんな。つーかリング遠いなおい。終盤に来てじらしますよねこのゲーム。正直荒ぶるのにも飽きてきました。まああと少しの辛抱だ。これを超えれば本当のラスボスが待ってる。そいつをパパッと倒して次の冒険に進もうぜ相棒。サナエさんループ、サナエさんループなんて聞いてなかったんかい。今いい感じだったよね。確実に感動の方向だったよね。そんなことより、そんなことてお前、リングが見えてきました。ついに本編ラストバトルです。最後も焦らず惑わず適当にこれでいきたいと思います。クリームパンみたいな手してるねリク、やめてやれ。ここが空の夢のシーン。テーマパークに来たみたいだぜ。オッスオラゴク。なんだ。ということでこいつが真のラスボス、ナイトメアーマーベントス、ナイト思いきやアルメントス。初見の時はまさかのベントスがラスボスという驚きと、松崎しげるを超えた黒さが物議を醸しました。変な嘘をつくな。さらにですね、このボスラッシュという性質的に負けた場合にセーブデータからやり直すとえげつないことになるためか、イベント戦的性質が強く明らかに直前のゼアノートの方が強い仕様になってます。その上で明らか壁らしい壁がないのに壁蹴りで
ったり、相手の技がベンプスのあの技によく似た動きだったり、キンハー愛好家のためのボス感が凄まじい相手なのです。そんな相手を適当に倒すお前のゴミ加減よ。正当防衛です。にしてもループ、もうすでに相手のゲージほぼないんだが、さすがにかわいそうなんだが、かわうそ？そうは言ってねえ。今のところアンチブラックコート並みに不遇なんだが、オールバルーンが2しなかっただけいいと思ってほしいです。それやると本当にボスが悲惨なことになるからな。三角をしてるだけで自滅しに来ますからね。ほんとそれな。つうか今回はよく壁蹴り利用するなお前。まあ最後ですし、このゲーム特有の要素をちゃんと使っておこうと思いましてね。それではベンプスくん、終わりの準備を始めよう。ここで謎演出が始まりますが、この時点で勝ち確定なので、まったりとご覧あれ。紅茶でも飲みながら。ねえ、これまでのほぼ全てのネタを拾い上がったぞこいつ。あとは丸ボタン連打するだけだ。お疲れ様みんな。お疲れ様でした。おっ、めついな。悟空やめろ。私だ。お前だったのか。ソラ。わかった、ソラ。届け、俺のパトス。キラキラキラーンっつって。デビルズ・サンダーボルトの前？うわ、マップシ、マップシ、ねえ、イタナルはこれ、マップシ、マップシ。あ、もうマップシ。なんやのこれ、ほんと点下げなるわ。そろそろ開けてもええやろ。ねえ、開けてみよ。なんか場所変わっとるやないけー。うわ、めっちゃ綺麗やん。映えるわ、映え映えるわー。ロクサスってやんでい。何をそんなに恐れているの？え？うわ、こういうやつか。うわとか言っちゃったよこの子。まあやはり大切なものを失うとないぽよですね。はい、大切なものを失うのが。ジュワッチ、なんでウルトラマンなんだよ。おお、消えたぞあの野郎。はあ、ったくなんでウルトラマンなんだよ。じゃないのか。ボンジュール。君にとって一番大切なものって何？わいせつなもの？耳の穴どうなってんだお前。次はサナエさんが決めてください。やっぱり私は親友が大切かな。大切な親友だ。ジュワッチ、だからなんでウルトラマンなんだよ。ソラ。君は？リクは何がしたい？また質問か。そうだな。俺は。わいせつなもので取り乱したい。大切なものを取り戻したい。そしてわいせつなもので取り乱したい。わいせつをしやめろ。どんぶらこー、どんぶらこ、どんぶらこったらどんぶらこ、どんどんぶらぶらぶらりんこ、どんどんぶらりんぶらこっこ、まだまだぶらぶらぶらりんこ。やだちょっと、何
するんですか。帰還でーす。この人帰還でーす。うわー、助けてくれー。まさか君が来るとはな。ディズ、いや、ズッタンズズタンズッタンズズタンズッタンズズタンズッタン、チケラ償いのつもりだったのかもしれないな。いくら詫びても許されないことは分かっている。ただせめて何かを残せればと思い、私とその研究をデータ化し空の中に隠しておいたのだ。これがデータ。データ。そうだ。こら。君たちや失われた仲間を取り戻す手がかりくらいにはなるかもしれない。心とは生まれ育むもの。光に触れ自然を感じ人とつながる。それらの積み重ねによって心は形成されていく。それは心を持たぬノーバディであっても同じ。空は唯一本体に戻ってもノーバディをそのまま存在させられた。それは彼の心につながる人々の思い、心のつながりの強さ。おそらく彼とつながる者はその心を失ったとしても、消えた心や存在でさえ取り戻し生み出せるのではないか。自分だけの宝物、物言わぬ人形、森の木々、風に揺れる花々、何にだって心が宿る可能性はあるのだ。特別な能力が必要なのではない。誰もが子供の頃に持っていた心の光、ただまっすぐな思い。話長えなこのじじい。それが空の信じて疑わない純粋な心の強さ。誰かがそこに心を感じれば心は存在する。失われた心さえ再びつなぐことができるかもしれない。ここまで多くの心を感じ受け入れ、そして救ってきた。そしてなお空の心に眠るいくつかの心、闇に落ち闇に奪われ、闇の奥で眠り空に溶けた心。いや、僕ドラえもん。それらを救うには空がこれまで通り心のままに進むことで成し得るだろう。彼の思いが唯一の方法だ。詳しくはその中だ。最初から中身だけでいいんじゃ。分かった、預かるよ。ありがとう。いや、ところで君はなぜここに。ああ、空を目覚めさせるために。彼はまた眠ってしまったのか。ああ、仕方ないやつだろ。そうだな。空は大丈夫だ。ここにはいない。君は悪夢に覆われていた空を助けたはずだ。あの黒い闇に覆われた空、あの目を松崎しげる。その後ここに来て3人の若者に質問をされたはずだ。お前の首の骨やばいぞ。それがこいつの首やで。首がやばいよ。首すぎくん。もう空は目覚める。さあ帰りなさい。そうか、ありがとう。カギ穴やでー。ほれほれやってみや、その鍵でー。うわー。
うだ、君の名前をまだ聞いていなかったな。リクだ。これ死んでもうたんとちゃうんけ。リク。はい、ゾッコリはん。そら。うん、鼻から吸う紅茶の香りでトリップしちまいそうだぜ。ひぃ、たまんないぜ。ぐじゅじゅぐじゅぐじゅぐ。あ、ジェッパー。あ、よ、これもう美味しいよ。おい。呼んだ？リク。よかった、リク。いや、それはこっちのセリフだし、今思いっきりパーティーしてただろう。よかった、リク。まあいいや。それより、大丈夫なのか？ああ、俺は大丈夫。何が起きてるのか、眠りの中で夢を見てた。ずっとリクの声が聞こえてたんだ。ありがとう、リク。みんなもありがとう。何やのこいつら、絶対できとるやんけ。マジウケるんですけど。次はワイが空を抱く番席。いや、それにしてもすっごいいいわ。わしのヒゲムラムラするわ。あ、そうだ、初任試験は。黙れクソガキ。うん、二人ともよくぞ帰ってきてくれた。まずゼアノートの企みの中、無事に帰ってきてくれたことを何より感謝する。またリアの行動力にも感謝している。そしてその策略を見抜けず危険な試験となってしまったことを許してほしい。もはやお前が黒幕でいいだろ。今回いくつかの真相も明らかになり、これから闇との戦いはさらに熾烈になるであろう。それに備え、新しい力を持つキーブレードマスターをここに承認する。空と陸、どちらもその称号にふさわしい。しかし最後に再び眠りの鍵穴を解放し、空を見事に連れ戻したリクを今回はキーブレードマスターとして承認する。ああ、やったな、リク。リクならきっとなれると思ってた。え、なんなんこいつ、殴ったよな今。嬉しい言うて今殴ったやんお前。まるで自分、今殴られましたけど僕、え、なんで虫なん、新手のいじめ、マスター承認いじめ。おい、見て見て私の歯、綺麗でしょう。キーブレードマスター、うへへー、せやで。おめでとう、リク。うわ、握手とか潔癖だからやだわ。こいつの手なんなん、手袋はめとるのそれ。まあ手袋はめとるならええわ。ありがとう、ミッキー。みんな、ありがとう。まあ、俺もすぐに追いついてやるさ。え？アクセルがキーブレードマスターに？ああ、俺もキーブレード使いになるためにここに来たんだ。なんだよ、失礼だなお前ら。今回かっこよくキーブレード持って登場する予定だったんだよ。でもさすがにまだ出せなかったわ。思ったほど簡単にはいかねえな。あ、アジェパー。本当に行くの？俺、寝ちゃってただろ。だからやり残したことがあってさ。一人で大丈夫？うん、すぐ戻るよ。気をつけて。無茶するなよ。
行ってくる。宇多田ヒカル様流れてるがこれ大丈夫か？大丈夫です。エンディング流しませんから。前代未聞だな。このために途中からのプレイにしたんです。最初からやるとみんなエンディング見たがるでしょ。愛着湧いて最後の最後までクソシリーズ貫いたってこったな。そういうことです。思い出せば遥か遥か。お前が歌うんかい？